Ladies and gentlemen, welcome back to OEH Radio. We're very thrilled that you're here with us tonight. I'm Niels Wigger from Germany again, and I'd like to give the microphone now to Hide. Hi, ありがとう、ニルス。ちょっと上手になってる。すごいね。Good job. はい。では、リビングリッシュ始めましょう。リビングリッシュとは、住むというリブ、英語のイングリッシュを合わせた造語で、日本で唯一の住み込み型の英会話スクール、大阪イングリッシュハウスの代表、私、渡辺秀和と、今回はニュースがお届けする番組です。それでは、今回もですね、最後までお楽しみください。ということで、今回も早速ゲストをね、来ていただいてます。どうも、よろしくお願いします。じゃあ、ニュース、ちょっと質問で、はい、自己紹介を聞いてみて。Hi. So, please, ladies first, of course, introduce yourself. Hi, ladies first. で、じゃあ、自己紹介を。はい。はい。My name is Thomas. はい。はい。KC 教育グループの稲増純子。はい。あれ名前だけ名前を先に言って、名字後に言っただけと。素晴らしい。はい。いいですか、そんなんで。いいですか、はい、もっとなんかこう自己紹介をする。あ、そうですね、はい、今は、ビジネススクールという部門におりまして、はいはい、で主に、ま、私自身はパソコンのインストラクターでもあります。あ、そうですか、はい、へえ、それはそれは、はい、はい、いいですか、英語で言わなくていいですか。よろしくお願いします。ありがとうございます。Now, the handsome gentleman to my right. Hello, I'm Akira Tamasaki. I usually work as an internal SE at KC. I develop systems, maintenance, computers, servers, networks, and other IT equipment. ああ、なんかすごいですね。横文字が全部並びましたけど。IT 用語みたいな単語で素晴らしい。それはそれは、はい、では今日は2人も来ていただきましてありがとうございます。じゃあ早速ニルス君、はい、英語で質問を。 So, I'd really like to know where have you traveled so far? はい、Ladies first でいきますか。 Ladies first、 はい、ですね、はい、どうぞどうぞ、日本何語で答えていただいても結構でございます。今日はドイツ語ができるドイツ人もいますので、ドイツ語でも問題ないです。はい、はい、はい、今まで海外行ってきた経験ありますかっていう質問。はい、はい、実はですね、はい、海外に行ったことがないんです。あ、そうなんですか。はい、海外に行ったことがない。はい、行こうとしたことはありますか。行こうとして、はい、あ、パスポートは持ってる、はい、持ってるんですけど、はい、10年分が綺麗なままです、はい、あ、なるほど、まだ皿のままで残ってるわけですね。まま、はい、はいはい、なるほど、ちょっと高価な証明書になってるわけですね。そうですね、使うのもったいないですね。もったいない、ぜひぜひ使っていきましょうね。はい、はい、玉崎さん、はい、Where did you travel so far? 私も日本語で、はい、私は、オーストラリアのパースと、はい、マレーシアの、はい、まあ、クアラルンプールとかランカウイ島とか、はい、その辺りを、はい、へー、珍しいですよね、はい、ランカウイ島ってあんま行かないですもんね。あ、そうですかね、なんか、はいはい、何しに行ってきたんですか。もう遊びに、あ、旅行で、そうです、マレーシアは兄がちょっとクアラルンプールに住んでた時期がありまして、それを使って行って、はい、でちょっと国内線の、あ、なるほど、まあクアラルンプールね、別に遊ぶとこないですから、ね、あ、そうなんです、いやいや、仕事するところでそうでもないですよ、ね、なるほど、はい、へえ、はい、そうなんですね、はい、なるほど、素晴らしい、はい、 So I'm sure you did very interesting travels and do you made good experiences or special experiences? はい、何かありますか、海外でのスペシャルエクスペリエンス経験、うん、私の話でいいですか。もちろんもちろんもちろん、オーストラリアでの話なんですけども、はい、まあ、泊まったところで朝食がビュッフェ形式だったんですけど、うんうんうん、食べ放題取るような感じですね、はい、で私がパンを取りまして、はい、でまだ焼かれてないパンだったので、ちょっとここでキョロキョロしてたんですね、うん、そしたら向こう
校の方がそれをすかさず、逃さず見ておられましてですね、ボーイさんがね、あのボーイさん女性の方なんですけどね、はい、はい、そういう方が、あのどうされました、トースト焼きましょうか、お手伝いしましょうかって英語でちゃんと言ってくれたんですけれども、はい、私はその英語のなんていうんですかね、あの緊張してしまって、笑ってですね、ちょっとそそくさと何も言わず、はい、席に戻ったらですね、はい、あの追いかけてきまして、あ、なんか焼きたいんじゃないかとそこは思ってね、困ってるんじゃないかと、はい、助けてくださるように、はい、で私が何も喋らないので、はい、あの妻と一緒にいてた妻と何かこう喋ってですね、あの、まあ、楽しそうに妻とは喋るんですけど、奥さんはゲル口だ、あの、いや、ま、あのちょっとだけあの単語レベルで、あの、うんうんうん、で英語が苦手なんですねっていう形とか言われて、はい、で、まあ、あのその会話の中で後から聞いたんですけども、その方があの、まあ、あの嫁さんがの背が小さいもので、はい、私も、まあ、当時もだいぶ前ですので、はい、あの幼い顔だったので、はい、あなたたち中学生だと思ったわって言われてあ、それでウェイターさんはすごいこうおせっかいというか大丈夫みたいな形で、そういう感じで、そうなんですね、はい、見た目が中学生、まあ、日本人は、ね、よくある話で、あ、そうですかね、はい、お酒買えないとか、あ、そうですね、そういうのがね、ありますね、はい、はい、そうですか、中学校、中学校の時で何をしてはったんですか、逆に中学の時はね、あのパソコン、あの父親がですね、はい、パソコンをその当時買いまして、はい、もう私ちょっと夢中になってしまいまして、あ、お父さんが買われたパソコン、そうなんですよ、仕事用に買ったのに私がゲームばっかりしてるというあのすごくハマりまして、まあ、あの当時もあのなんていうんですかね、あのパソコンの雑誌の裏にあのちょっとプログラムが書いてありまして、はい、でそれをわからないままなんですけど打つと、はい、あのゲームができるんですね、だからもうわからんまま打って、はい、ゲームして、はい、で次の月が出たらまた打って、はい、ゲームしてっていうのをすごい夢中でやってました。その当時やったもちろん白黒ですよね、あ、そうですそうです、ね、はい、こうてんてんてんって出てきて、そうです、ピコ多分今の子は見たことないと思いますけど ね、 ね、僕でギリギリなんとなく分かるような感じ で、はい、なんかいっぱいフロッピー入れてね、はい、立ち上げるまでにもじーっと待って、はい、ね、あのフロッピー読み込んでじー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 みたいなね、ファックスの音と同じね、そんな感じでね、はい、あ、そうですか、へ、はい、はい、そうなんですね、というも今日今回なんかこういう新規オープンということで、そうですね、なんか新しい試みなんですか、そうなんです、あの聞いた、はい、聞くところによると、はい、いいですか、ちょっと稲葉さん説明をしていただいて、はい、実はですね、はい、4月から新規オープンするんですが、はい、マイクラを使った子供向けのプログラミング教室を、はい、マイクラ、はい、マイクラと、マイクラとはマインクラフト、はい、マインクラフトですけども、もうこれは小学生にマイクラっていう言葉を言うと、もう 100% 知っている。ああ、そうなんですか。ウルス知ってる。どういうのマイクラ？ああ、そうです。知ってる。知ってるの？いやいやいや。そうそうそう。僕は知らない。ちょっと見せていただいていいですか？そちらのチラシを。ありがとうございます。はい。こういう感じ、マイクラでプログラミング。はい。はい。そうなんです。はい。であのまあ、2020年に、はい、あのプログラミング教育が小学校で必修化されるということで、はい、2021年からはもう確実に小学校でやらないといけないということで決まっています。5科目というか教科に入るっていう感じですね、はい、はい、算数とかの中もプログラミングっていうのが入ってくるんですけども、はい、でそこであの今2019年、はい、いうことでまず、1年前から子どもたちにまずプログラミングを、はい、まあ、ここで勉強してもらって、うんうん、下準備的なんですね、下準備してもらって、はい、で2020年からは小学校でも全然プログラミングの授業はもう学校で得意になってもらう、うん、うん、最近ねなんかちょっと流行ってますもんね、なんか自分で作ったゲームを作ったりとか、うん、要はニュースとかでやってますもんね、どういう感じで何をするんですか。ちょっと浜崎先生にパソコンを、はいはい、あ、こんなところにパソコンがあったんですね普段あの遊んでる子たちはこの、右側 の、はい、あの
画面、画面で遊ぶんですけども、はい、実は左側に、はい、あのプログラムがこっちですね。そうなんですよ、はい、ありまして、まあ、はい、ちょっと見にくいと思うんですけど、はい、主人公の自分ではなくてエージェントという、はい、あのものがいてまして、はい、でこの人に命令をすると、はい、こういろいろやってくれるというような形なんですね。なるほど、はいはいはい、エージェントに命令を下すことによって主人公が動く、あ、エージェントが動いてくれて、例えば建物を建てるとかですね、はいはい、いうこともあのしてくれるというような形なので、もうプログラミング次第で自由にいろんなものをあの建築物でも街でも道路でも作れるというような形ですね、はいはい、実際まあ作品というところでこんな感じなんですけども、はい、例えば6月は橋をみんなで作りましょうっていう橋がへで、でまあ、こう一つ一つのブロックがあるんですけども、はい、それを自分でどんな橋を作りたいかっていうのをイメージしてもらって、はい、で、まあ、エージェントっていう、まあ、自分の弟子みたいなものですね、はい、橋にこうやって作ってねって命令をしてどんどん作らせていくと、それぞれいろんな橋が子どもさんのいろんなイメージに思って出来上がるという形になってまして、毎月のテーマを設けてまして、はい、7月はこのピラミッドを作りましょうということでピラミッドを作ってるんですけども、はい、ピラミッドを見ていただくとこんな感じで、はい、あの人によってはこのスケルトンのピラミッドだったりとか、あ、透明なんですね、です半透明とか半透明のピラミッドだったりとか、はい、あとこう逆さ向いてるピラミッドができていたりとか、逆感覚で、そうですね、そうなんです、なんかみんなそれぞれのイメージのピラミッドが出来上がる、はい、あ、まあまあ三角である必要はないですけど ね、 ね、三角錐である必要はなくて、はい、何でもそうです、へえ、面白そう、取っかかり的には何か、はい、うんみたいな最初の始まりとしてはいいかもしれないですね、そうなんです、へえ、はい、それがこうどんどん進んでいくとすごい壮大な世界を描けたりとか、はい、そうなんです、していけるっていうことなんですね、はい、ワールドっていう世界観を作るっていうことで、はい、1年間のコースを組み立てて、はいはい、あ、なるほど、4月から1年間のコース、はい、1年間、あー、はい、そうなんですね、プログラミングの順番が大事で、この順番でやらないとうまくいかない、はい、でうまくいかなかった時はなんでうまくいかへんかったんやろうって子供に考えてもらって、はい、で訂正していって、はい、うまくいくように、持っていく、へー、世の中はこんなことになってるんですね、今。ね、僕らもゲームもせえへんし、パソコンも別にね、ワードとエクセルぐらいしか使えへんので、全然プログラミングとか言われても、うんっていう感じですけどね。はい、そうですか。すごい。じゃあこれがこの4月オープンということで、はい、この開催日の、はい、2月3月はこれは何の開催をするんですか、ね、こちらがですね、はい、あのまずは体験していただこうと、はいはい、体験日、体験無料体験授業というのをやってまして、はい、まず枚方でいきますと、はい、あの直近2月16日、はい、ですね、明日、もう明日じゃないですか、はい、これ編集ちょっと間違ってそうですね、はい、はい、ですね、3月2日がもう、はい、あ、もう満席 で、 で、はい、でも3月16日はまだお席がちょっとだけあるので、はい、3月16、はい、23日、はいはい、これは梅田校と枚方校と両方でやってるという、はい、で参加費無料 で、 そうなんです、要予約みたいな形 で、 そうなんです、はい、やってあるんですね、はい、へえ、でもまあどんなものかっていうのは ね、 そうですね、本当に全然ゼロからなので面白いですよね、僕も全然知識がなくて、今日これ持ってきていないなんだこれこれを作るんかとかに最初で、ね、説明させてもらったんです、違うんですよね、これはあくまでもキャラなんですよね、本当そんな全然知識がなくて申し訳ないっていう感じですけどね、はい、なるほどなるほど、そうですか、いやこれでも面白そうですね、プロスタキッズ、プロスターの略は何でしたっけ、さっき言ったはったプロスタープログラミングをスタディするキッズですね、はい、なるほど、プロスターキッズは、はい、あ、なるほど、書いてますね、プログラミングスタディキッズ、ね、はい、子供向けプログラミングっていうんですね、はい、そうですか、ニュース分かった
はい、分かった。分かった、ほんま、ほんまかいな。はい、分かりました。分かった。じゃあ、ちょっと時間も迫ってますけど、最後ちょっと、あの、質問、英語の質問をちょっと、あの、稲葉さんにして、はい、なんか質問。はい、So, Miss 稲葉さん。はい。So, you want to travel to foreign countries? And if yes, where would you like to travel? はい、どこに海外行きたいですかと。もしそのパスポートを使うなら、フランス、フランス、フランスに行ってみたい。その理由は何かあるんですか。ですね、食いしん坊でして、はい、はい、もう美味しいものがたくさんありますよね。フランス、フランス料理とか有名ですもんね。はい、家庭料理でね。はい、はい。その中でもやっぱりお菓子が大好きで。フランス菓子って有名ですもんね。はい、日本でもね。そうなんです。であのフランス菓子の、はい、まあ、ガレットとか、はい、クイニーアマンとか。はい、はい、クイニーアマン知ってる？クイニーアマン知ってる？有名？はいはいはい。ドイツでもある。はい。ある？うん。ドイツにある？ドイツ？うん。クイニーアマン。クイニーアマン。うん。知らんやん、全然。あ、すいません。It's a French sweet。 クリアマン、クイーン、クイーニーアマン、クイーニーアマン、クイーニーアマンっていうのはあのクロワッサンみたいな感じなんですけど、周りに甘い、うん、甘い、あー、あー、テントボリーついてる。ああ、そうです、そうです、we have it, we have it, yes。 まかいな、ドイツ人、大丈夫かな。ぜひね、これは行っていただいて、次にドイツも寄ってもらったら、はい、あのニュースのところもありますんで。But French is better. あ、フレンチの方が better。 Original is better。 あ、そうなの。 Yeah, yeah, yeah。ドイツ人があのフランス菓子のベターって言ってますんで、はい、そうですね、はい、わ、はい、かりました、はい、はい、では今日はこんな感じでいいでしょうか。はい、はい、じゃあニルス最後締めてください、はい、Thank you very much for joining us tonight. Thanks especially to Hide-san、はい、and our wonderful guests. Thank you very much、はい、ありがとうございます。 Thanks to you too for joining、はい、us. Bye bye, bye, bye.